なくと、あんたいつも耐えてくる、それが幸せだった。何かあの人連れてった。その日からカモメの声は私に届かない。帰りを知らせる泣き声をどうか聞かせてよ。私の心どうすればいい。辛い道のりを生きるなら、思い出を抱えたままで二人で過ごした幸せな日々を返してよ。